って戦国最強本多忠勝の娘にして家康公の養女、我こそ戦国最強の女武者、小松姫拍手じゃー、もっとじゃー。戦場かけるは鬼のごとし、殿を守るは影のごとし、解釈できず涙を流し、神君伊賀越えにて見事武功を挙げた。鬼の半蔵と呼ばれし我が名は服部正成、ここに水産。我が身にまとうは赤き甲冑、心に決める赤き闘志、指揮するは赤き精鋭部隊。捨ててくるしかるまじき敵と見ば、敵に手をあるまじと申すべし。我こそ徳川四天王最年少、井伊直政参る。御利江戸権愚浄土の旗のもと、我が生涯かけたる望みとは天下太平の家。時空を超えて平成のふるさと岡崎の地によみがえる三河武士、我こそ東照大権現徳川家康。家康グレート家康公、青い武士の隊。400年の年でございます。はい、ございます。はい、お亡くなりになって400年という節目の年でございまして、岡崎は盛り上がっとる次第でございますが、
来月なんかあるようじゃな、小松よ。さようでございます。なんと我らの御大将徳川家康公のお誕生日パーティーがござりまする、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、12月26日ということで、始まるのは何日からなんじゃ。23日からでございます、はい、生誕祭といって毎年ね大きなイベントにさせていただいておりまする、はいはい、ゆえにね、みなみなにねぜひこれを機会に岡崎の地に足を運んでいただきたい次第でございます。はい、そんな岡崎にもっと来たくなるかっこいい演舞、我らやっていきたいと思います。参りますか。それではご覧にいただこう。あ、殿待ってくださりませ。小松喋るのに一生懸命で立ち取るの忘れておりました。ごめんな。困った。小松ちゃん、あ、しまった。今度やります。お待たせいたしました。申し訳ございません。お待たせいたしました。それでは参ります。グレート家康公青い武将隊で新武士ソード、いざ出陣。
幸いであった。はありがとうございました。それではここにお集まりの皆々様とともに勝ち時を行ってまいりたいと思います。は皆様勝ち時ご存じないわけないですね。まあここにお集まりの皆様ならね、説明はいらないですね。よろしいですか。それでは先ほど直政がなんか聞いておった、直政は私のこと好きですかとか、なんか好きですかとか、あとはとか言っておったけど、わしとメール交換アドレスしてもらえる方手あげるな、わしらもおろせ。さあ勝ちどきに行きます。それでは参るぞ、勝ちどきじゃ。メールが嬉しいね。ありません、ありません。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございました。グレート家康公葵武将隊の皆様でございました。どうですか今のライブ、やっぱりグレートですよね。グレートですよ、はい、最後にだって家康さんがナンパしてしまうっていうね。グレートすぎますよね。そうですよね。メールアドレスを聞こうとしてたんですよ皆さん。そこまでですか。いやー、素晴らしい武将でございますけども、今年はね家康様の400年のね、はい、生誕祭いろいろ行われておりましたけども、そうです、岡崎すごい盛り上がってたんですよ。本当にそうです。実はね、あの岡崎の、はい、グループはねマイケル・ジャクソンが大ファンでした。おお、いつもいつもマイケル・ジャクソンが宣伝やってました。知らなかった。知らない。つもアオーって言ってましたから。アオーイ、アオーイ、アオーイ。だいぶ寒くなりましたね。だいぶ寒くなりました。ちょっとそろそろ花火が出るといいなと思ってる。この後でございますから。はい、すいません。まだね盛りだくさんなんでございますけども、はい、いや本当にね、あの家康公面白い方ですよね。ですよね。あの今ね全国に武将隊で家康公いろいろね、名古屋にも当然いらっしゃって、ですよね、岡崎にもいらっしゃるんですけど、全部クローンですよね。全部そうです、クローンです。ちょっとややこしいんですけど、一人しかいないから今クローンですよ。クローンなんです、はい、だから多分ね我々には二人に見えてるかもしれないけど、皆さんには一人に見えてるかもしれないです、うん、ですよね、はい、あ思いっきり仕込んでたでしょ。滑るとこじゃないですから、怪我されますから。どうぞ。で顔も打ってないでしょ今。いやそんななんか大げさに違う、初めてなんかぶっつけたみたいな。階段ってこけるんだね。わざとじゃないですか。笑いもこけるんだ。そうですね、ダダ滑りでございますけど、いろいろこけさせてもらってありがとう。なんかそんな自分から怪我されて何かこちらが問題みたいな、困っちゃうんですけど。ちょっといやいや別にそちらに問題はないですよ。ですよね、全て私の責任ですよ。そうですよね。あの先ほどスタッフの方からね、あの時間巻いてるんで早くしてくださいって言ってね、もう何度もね、うん、そこであのじーっとしてねタイミングを見計らってたのね。見計らってました。そう、こういう状況。こういう状況ですか。こういう状況どうですか。こうやってですね、こう地元でございますよ、東海合戦ワールド2015でございますけど、一言だけ、昔々あるところ。長くなる、絶対長くなる、絶対長くなる。聞きたいのに。みんな聞きたいでしょ。聞きたいでしょ。それでは始めさせていただきます。桃太郎、昔々あると。やめてください、やめてください。本当にね、もう時間押してて大変なんですよ。あのそろそろね、あのお下がりいただいてよろしいですか。最後に一言だけ、本当一言だけ、なんか皆さんに。残念です。ありがとう。ぜひ岡崎へお待ちしております。家康殿、ありがとうございました。ありがとうございました。ゆるい方の徳川家康様でございました。両方緩いか。すぐ言わない、そういうことね。しっかりした家康様でございますけども、ヤクリスさん、はい、いろんな武将隊の方がいらっしゃいます。いるみたいですね、はい。まあでもね、本当地元からねこうやっていろいろ盛り上げてくれてですね、今は岡崎を盛り上げていらっしゃいます。結構盛り上がってたんですよね今。